チャンネル。失礼します。これからタイガースの13連戦が、始まるところで、まあこういう、会を、まあ、記者会見を開かせていただいたことにまず球団と、まあ、あの皆さんに、感謝したいと思います。22年間本当にお疲れ様でした。まだあと2ヶ月ありますから、はい、気合入れて頑張りますよ、はい、まず引退を決断された率直な今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、まあ、プロに入って一番最初に引退考えたのは27歳ぐらいかなまあポジションからそういうポジションなので、まあ、いつでもそういう気持ちでやってましたから、ね、アメリカで解雇にもなりましたし、だからまあ回数は多いですけれど、まあ、去年終わった段階で、まあ、自分へのチャレンジに勝ったという認識なんですよね。で、まあ、あとはもともとあるんですけれども、チームに貢献すると、で、まあ、自分じゃなくてもチームにとってタイガースにとっていい選手、使える選手、強い駒として出てくれる選手というのがあればもうそれでいいというふうな思いで、まあ、やってましたので、うん、まあ、必然というか、うん、まあ、あとは1年間体の準備が整わないというのはプロとして、まあ、失格ですから、それがここまでたまたま続いたということですね、はい、これまで何度か、まあ、引退を考えられたというふうに今お話がありましたけれども、最終的に今回引退を決断された時期というのはいつになりますでしょうか。時期、毎日毎日ですけど、8月、伝えたのは8月です。それ以前に、まあ、球団の方とお会いしてたらそれ以前だったかもしれないですし、まあ、ただどちらにしても、まあ、今シーズン限りとは思ってました、はい、先ほど、まあ、体の状態などのお話もありましたが、一番の引退を決断された大きな理由というのをお聞かせいただけますでしょうか。一番は、まあ、1年間の、まあ、1週間、まあ、例えばタイガースなら、まあ、6連戦があったとして、プロ野球ならば6連戦中に6試合すべて、準備、登板する準備があるというのが、まあ、僕のモットーなんですけれども、それがこうね、3試合4試合ぐらいの週もあるんですけれども、この前、まあ、今年かシーズン始まって準備していく中で、そうですね、連投、2回連投になることすらあれって思ったんですよね。でこれは、うん、体がおかしいと。で、まあ、例年いつも思ってたんですけど、まあ、お迎えが近いぞというのは思ってたんですけれど、まあ、前向きに倒れるという覚悟で常にやってますから、いよいよ来たなという感じだったんですよね、はい、その体の状態なんですけれども、右腕、右肩、右肘、かなり深刻な状況だというふうにもお聞きしております。今の現在の状況というのはどのような状態なのでしょうか。はい、状態に関してはね、まあ、あと2ヶ月、2ヶ月半か、なんとか監督のためにね、支えられるようにと、もし、これは願ってはないんですけれど、1軍の選手、2軍の選手、まあ、含めてどうしても自分の力が必要になることもあり得ると、まあ、いうことで準備はしていきますけど、うん、なのでちょっと伏せとかないといけないという、はい、まだただ今シーズンに限っては、まあ、相手を倒す可能性のあるボールは投げれるというふうに考えましたので、まあ、今シーズン限りというところでお願いはしました。シーズン途中での引退発表ということになりましたけれども、このタイミングでの発表は藤川球児投手のこうチームへの配慮などもあるのかなというふうにも感じたんですが、そのあたりはどのようなお考えでこのタイミングになったのでしょうか。そうですね、まあ当然、前々からこう引退を考えるときはっていうのは球団とも何年間も話し合ってたんですよね。それで、まあ、契約更新するたびに、その都度シーズンの途中で急に引退するというふうになることがあるかもしれないと、自分の性格上っていう話はしてはいました。ただ
そうね、まあ、やっていくうちにね、なんとか最後までやり抜かなきゃいけないというのは、ユニフォームを着てるこの立場上はタイガースの誇りをみんなに見せつけなきゃいけないと周りに、それは感じたので、まあ、今やってるかなという感じ。質問何でしたっけ。このタイミングで、引退を発表されたその、まあ、お考えといいますかというところなんですけど、そうか、まあ、でも今の話の続きで言うと、まあ、あとやっぱりコロナの関係性もありまして、まあ、僕は常にこうタイガース入って、満員のお客さんで4万5000人以上入ってる試合もありながら全国各地でもね、たくさんの応援をいただいて、まあ、これまで現役をやってきたわけなんですけれども、まあ、この発表が遅れるともしかして自分のことを自分のストレートを見たいと思ってくれているようなファンの方が一人でもいる場合に、まあ、球場に来るチャンスというのは少ないですから、今5000人なので、まあ、そういうことを考えるうちに、まあ、球団の方にお願いして、まあ、できるだけ早い発表と、あと引退を決めると、まあ、こういう人気球団でありますから、まあ、どこかからそういう情報とかね、詮索が始まってしまいますので、やっぱり即断即決という形になりました。引退を決めるにあたって相談をされた方というのはどなたかいらっしゃいますでしょうか。相談はしないです相談はしないですけれども、周りとのバランスを考えた上で、まあ、自分なりに、自分が思うチームへの最善の配慮、をしたつもりだし、まあ、例えばこれがアメリカであればその日で解雇です。なのでそれが日本とアメリカの違いなんですけれども、まあ義理を果たして最後までやりたいなというのもありまして、っていうことですね。ご家族にはいつお伝えになったのでしょうか。家族はね、もういつも伝えてるし、僕アメリカでさっきも言ったけど解雇になって2回なったのか。で、まあ一度その間に、肘のドクターチェックで契約がなくなってっていうのもまあありまして3回、独立リーグで4回、まあまあもう家族にしたらもういいおじさんなんだからもういいじゃんっていう感じ。まあ僕が常に言ってたのは、まあ、辞めた後、まあ、いつ辞めてもこの後の人生でもっと面白い人生を送ろうぜっていうのがうちの家族と、まあ、自分の周りの友人にもいつも言ってたんですけれども、まあ、野球が全てじゃないよと、夢が叶ってしまった後、また新しい夢を見つけるまでの間っていうのはね、多分非常に苦しいと思うんですよ、野球やってても。だけどもう40にもなるとそれ以上の夢っていうのは出てますので、もう十分、家族も十分、っていうふうに判断しましたね。言ってくれましたよ。どちらかというとこう寂しいという思いよりは前向きなリアクションだったというところなんでしょうか。はい、人生、まあ、妻とも話しますけど、人生あと何年かなって、30年ぐらいかなって、今より幸せなら何しようか、でも僕の中にプランがあってそれをこう、まあ、話しかけていくっていう、まあそれだけで幸せになれると思うんですよ。なのでまあそれが人生でしょう、多分。はい、そのご家族への感謝の思いというのもこのプロの生活の中であると思うんですけれども、そのあたりはいかがですか。あと2ヶ月半、まあしっかりやりきってから、周りの方々への感謝と、まあ多分に時間はたくさん時間あるでしょうから、たくさんの先輩方、まあ先に辞めてた後輩もいますしね、同僚もいますしと、まあこのコロナもありますけれど、まあいいお酒を飲んで、なんかのんびり話したいですね。矢野監督にはお話はされましたでしょうか。そうですね、伝えましたけれども、まあ、矢野監督には伝えてないです。矢野さんに伝えました、はい、監督としては選手と監督である立場
はもう 100% わきまえてるし、監督ももう僕もそれは言わないでほしいし、監督と選手としては必要であればあと2ヶ月半で使ってくれればいいし、力がなければ他の選手でやるべきだし、勝つためだけにやってもらいたい。だけど矢野さんには話しました矢野さんって言いました。矢野さん、まあ、電話をしてね、監督じゃなくして話を聞いてくれますかと。だからまどろっこしいですよね、実際は、はい。その矢野さんはどのような反応をされ、どのような言葉を藤川投手にかけたのでしょうか。いや、もう監督の顔でしたよ。やっぱりシーズン中に監督が監督の顔を、監督のユニフォームを脱げるはずがないですよね。なのでものすごく短い会話になりました、はい、それで良かったです、はい。もし差し支えなければ具体的な内容をお聞かせいただけますでしょうか。やめておきましょうものすごく短いし、それはもう矢野さんと僕の話なので、矢野監督の表情、矢野監督のままだったので、やっぱり監督ですよ、はい。チームメイトの皆さんには報告はされましたでしょうか。してないねまあプロである以上ね、本当に話で言うとチームワーク、ゲームがある間の6時、まあ、ナイターの6時から10時ぐらい、まあ、4時間ぐらいはチームワークはものすごく必要です。だけどそれ以外のところは友達はいないですよ。辞めてから友達になればいいし、うん、僕アメリカも行ってコーチも行ったけど、そんな友達いなかったですよではこれからそのチームメイトの皆さんには引退した後にいろいろとお話をしたいなというところなんでしょうかね。そうですね、まあまあ、うん、辞めていく人のことなんかどうでもいいですよ。ファンのことだけ考えて、うん、勝つことだけ、それだけ、はい。高校を卒業されてタイガースに入団されまして、今シーズンで22年、タイガースで777試合、歴代ナンバーワンの登板数、現時点で登板されています。でアメリカ四国でもプレーされて、でタイガースでも数々のこう記録を残されています。この22年間というプロ野球人生はどんな野球人生でしたでしょうか。まあ幸せなことにね、あと2ヶ月半、さっき何回も言いますけどあるので、自分なりに精一杯タイガースに貢献してという思いはありますけれども、まあもういつ潰れてもいいっていう覚悟で、まあ25歳からはやったんですよね。まあ、やっぱり僕なかなかこう戦の話とか好きでね、まあ、粉骨砕身っていうそういう意味で、うん、セーブですね、うん、待ってくださいね、ちょっと落ち着かせますからうん、